俺もやったほうがいいですか。俺もやったほうがいいですか。ベジってきた。ベジータです。金之助です。すみません、あの、4月に9日にデビューの金之助くんです。はじめまして。はい、ちょっとなんか自己紹介というか、はい、金之助ザファイターです。4月9日に福岡でデビュー戦をします。福岡出身のボクサーです。最年長ボクサーではないですね。ベジータさんがいるので、はい、最年長ルーキーですね。最年少で、もうすぐ35になります。なんかアメフトとか、はい、なんか会社の経営とか、はい、あとラッパー。そうです、ラッパーやね、インフムやろ。インフムいますすごいね、インフムのすごいね。インフムボクサーもおらんぐらい。本当っすか。ボクサーはインフンだ方がいい。ちょっとなんか一つ踏んでみ入れる。いけるいける、即興で。即興っすか。うん、なんかサンドバック、俺のバックみたいな。それにノリやろ。それやろ。まあそうですね。なんかね、サンドバック、俺のバックよかったよね。ほぼ。そう。サンドバック、俺のバック。いいやろこれ。あの、サトルとか聞いたら怒るやろ。サトル。あのブレーキングポップコーン。俺ブレイキングダウン興味ないけどさ、あいつの行方だけは気になるじゃない。なんなんあいつ、すごくない？すごいっすよ。絶対やばいやろ。おらんくなったし。さて、ということで、はい、何やった今日は。なんでボクシング始めたんですか。いや、きっかけはマジで普通っすよ。痩せようと思って、ジム行って。そしたらなんか、パンチ打った時に、結構真顔でプロなれますよって言われて。あで、マジで、僕もじゃあなりたいなと思って、そこから本気で始めたって感じですね。あのプロモーション力がすごくて、はい、本当すごい。あのツイッターとか、はい、ツイッターを主戦場にしてますか。ツイッターを主戦場にしてます。インスタグラムですか。インスタよりツイッターだ。あ、ツイッターを主戦場、はい、俺もツイッターを主戦場にしてるよ。フェイスブックとかミッチーとかね、はい、いろいろ逃げてきた、いろいろ好奇心。ミッチーは古くないですか。いやいや、古い。俺もう10年前かしらですか。最初ね、ツイッターとミクシーと、あのね、モバゲームグリーンみたいなのあったよ、はいはいはい、なんかあんなんとかもちょっとあれしよったんやけど、やっぱね、フェイスブックもしよった、インスタもしたけどね、結局残ったのがツイッターよ、ね、やっぱ一言でこうパッと言えるのがいいよね、なんでもね。うん、写真も載せんよ、インスタとか写真載せないっていうさ、はいはい、じゃあツイッター主戦場だよね、うん、あと YouTube もしてます。ああ、YouTube、はいはい、で、なんか聞くの何聞くの。いや、あなた超写真に来たよ、好きな食べ物とかそこから入るんですか。いや、そうだ、そうだ、僕甘いものめっちゃ好きで。ああ、わかるわかる、はい、俺も。本当ですか。最初ね、はい、まあもうなんか俺の話になってしまうけど、デビュー戦の時ね、はい、あの計量終わって、はい、試合にクリームパン10個持って行ったもん。あの好きすぎていつでも食べれるようにいつ何時でも食べれるように、あの試合までに余ったけどねやっぱさすがに。そうですね、僕もクリームパン好きです。僕パフェが好きなんですよ。生クリームが、生クリームっていうかフルーツとかアイスが好きですね。おお、はい、いいな。なんで福岡パフェ部っていうのも作ってていろいろ作って、はい、作りすぎやろ。部長やってます。部長なんか、まあ、一番上のトップが部長なんだ。そうです。ああ、そうだ、はい、それ何人おるとかに20人ぐらいですか、ね、あ、マジで、はい、すごい、ね、女子多いんじゃない。女子多いっす。入っとこう、一応。入りますか。お願いします。はい、で好きやろ、甘いもん。好きなんですよ。で、お酒は飲むんですか。酒はやめましたね、ボクサーだって。なんで。あの、僕、もともとアメフトやってて、うん、めちゃくちゃ脳震盪持ちになったんですよ。で、脳震盪しすぎて、引退したんですよ。脳震盪ってどういうこと。あの、ダウンの部分のこと。あ、そうですね。脳震盪してますよって絶対。うん、そう。今の雰囲気。いや、でも脳震盪して、はい、バンって倒れるよ、すぐ立てるよ、はい、脳震盪。はい。脳震盪の回復が早いよ。それ脳震盪。あ、脳震盪。それ脳震盪。俺早いよね。倒れて起き上がるの。はい。で、なんでなのあれ。あれ、そういうのはなんで。あれはまあ脳が揺れて、うん、まあ要は後遺症がどんどん残るんですよ。あ、そうなの。はい。多分もうなってると思う。やば。やばいね雰囲気的になってると思うんですけど。やばいね。あ、はい、マジで。それでもうドクターから引退しなさいって言われて、
ってなぜか絶対したらいけんスポーツ、ボクシングやってるんで絶対したらいけんスポーツだからドクターから、マジか、お前何やってんのって言われて、うん、まあでも一応プロ受けるとき、うん、ドクターチェック受けるじゃないですか、まあなんかギリギリ受かったんですよ軽度の異常って書かれてて、あそうだ、異常はあるんだと、まあでもギリギリセーフです。マジか、はい、今週残るんやっぱ、いや多分もう残ってますよ、雰囲気厳しいな、厳しいじゃん、うわあれ何の話でしたっけ、いやいやいやごめん、何やったっけ、今後の目標じゃん、今後の目標、この目標は、うん、今年デビュー戦盛大に勝って、うん、で新人王を取って、うん、何回にして、あ新人王出るの1回戦です、これが、あそうなの、はい、これ新人王戦なんです、何ミドル級です、これ1回戦しかないの、2試合あります、2試合あります、意外とあるんだ、はい、大体もうそのままいけるけど、そうなんですよ、今年多いんですよ、本当ついてないそれはついてない、それはついてない優勝して、で僕来年は海外でやろうと思ってる、おお、タイとタイ、はい、そうです、だからタイ行って僕東洋チャンピオンになりたいんで、うんうんうん、もう日本ランカーになったら主戦場をタイに移して、うんうんうん、海外でガンガンやって有名になりたいですね。いつもどんぐらい練習してます、時間的に、いやもうめっちゃしてますよ、僕だってボクシング歴1年ないんで、うん、もう時間もないんで、うんうんうん、もうだって37で引退じゃないですか、そうですね、もう毎日8時間ぐらいやってますね、いやいやいやちゃんと練習しようもんね、毎日す1時間以内いやいや僕ジムも5個通ってますはしご、1日も起きてずっとはしごする、いやいやそれより会費大変やろ、会費大変です、いや出費で一番でかいの会費そうですよね、はい、でもなんかここのジムはランカーになったら、うんうん、会費がタダになるらしい、ああやっぱそういうのがありますね、はい、そうなんですよ、うんうん、ミドル級っていうのは結構人数も少ないし、はい、まあ、なりやすしたらあれやけど、うん、可能性としては結構高いと思ってたんですけど、うん、今年20人ぐらい出るんですよしかもついてるんですね、まあ、でもラッキーです、ラッキーです、ラッキーですけど、結構タレント揃いで、うん、まあ、まず初戦僕の相手のボビージュニア、あボビージュニア、はい、うん、で東には赤井さんジュニア、お赤井秀和ジュニア、おー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 、で、もう一人ダンディなんとかっていう元 J リーガーのフォワードの外人もいるんですよ、おこいつもめちゃくちゃ強そうな顔してたんですよ、お大橋ジム、おお大橋ジム、はい、今2戦2勝らしいですけど、楽しみな選手がいっぱいいるんでうん全員倒したいと思ってます、いや倒せそうですよ、はい、今日の、うん、今日の感じ見たら、あれそうです、体格的にはスーパーウェルターとかなんで、ああそうなんです、今無理して上げてるんですよ実は、ああなんでなんでなんで、いやスーパーウェルター新人王ないんで、ああはい、いないんですよ、あじゃあスーパーウェルターやった方が良かったよ、あ発想が多分逆っすね、うん、ああ戦いたい、僕は戦いたい、うっせえやん絶対俺んとこ狙うやろ、だってだってだってもう出た瞬間西武新人王だ、ベルトもらえるベルト、だったら出なくていいじゃん、いやいやすごいな発想が逆にすごいす、発想がすごいわね、もういいかな、そのままそろそろ閉めて、あ、そうですねそれはしますそれはします、さあじゃあということで、はい、今年からね、はい、どんどん九州私引退しますんで、引退するんですか、いやだってもう引退しないでください、37でさすがにちょっといやいやさせません、いやそう脳震盪の話聞いたら、はい、なお引退したくなったなんか後遺症が残るみたいな、はい、そんな会長一貫してくれてないもんね、本当ですかうちの会長も脳震盪で後遺症が残ってますいやいやそんなことないのなんか携帯どこ置いたとか分かんなくならないですか、あ、それはなりますよ、普通でそれ後遺症、あ、そうなんだ後遺症と思ってなかった、はい、忘れ物とか、あ、ひどいですそれ後遺症です、集中してないと、はい、さっき考えてたこと忘れるんですよ、はい、それ後遺症ですね、忘れん坊なんだけなんかな、そう思ってね、はい、やっぱ後遺症ですね、まあ、はい、ちょっとまたコラボしましょう、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい
之介でした。なんかポーズ考えたらいい。ポーズですか。あ、僕一応ポーズあるんですよ。あ、そうで、あ、でも立たないとできないです。結構シビアな、はい、スターポーズっていうのがあって、はい、一緒にやってもらっていいですか。はい、いいですよ。ちょっとやめとこう。しかもちょっと最大限っぽくないですか。足もっと広げてください。もっと足して顔上げてください。ああ、いいっす、いいっす。ゲイだ。